はいこんにちは今回は GitHub で公開したサードパーソンの 3D キャラクターを 2D 画像で代用したプロジェクトデータを公開したところ思っていたよりかなり多くの方に興味を持っていただけたようで、まあ、せっかくなので UE4 に詳しくない方でも触れるように説明をしていこうかなと思います今回のこの動画はデータをダウンロードして簡単な操作説明までという感じで画像の差し替えは次の動画以降にします基本操作などは理解できている方は次の動画にスキップしてください この動画シリーズとしては画像の差し替え方法をやった後別の背景の上で歩き回る方法までやっていこうと思います。ではやっていきましょう。まず前提として Unreal Engine 4はインストールしてあるという形で説明させてもらいます。インストールができていない方は Unreal Engine 公式サイトからダウンロードしておいてください。インストール方法の公式の解説へのリンクも置いておくのでそちらもご確認ください。また今回のバージョンは4.25.4なのでそちらもインストールしてください。 4.26以降でも問題ないと思いますが同じバージョンで説明を見た方が混乱せずに見られるかなと思うのでそうしてもらえればと思いますアンリアルエンジンがインストールしてある状態で次に GitHub の TP Sprite のアドレスに飛びます動画説明欄にリンクがあるのでそちらから飛んでくださいこの緑色のコードと書いてある部分をクリックしてこのダウンロード ZIP をダウンロードしますで、まあこの データをまあ自分が分かりやすいところにダウンロードして、まあ、自分が分かりやすいところに回答してフォルダーを置いといてください。ZIP を回答したフォルダーの中にある TP Sprite U プロジェクトというのをダブルクリックで開きます。u n r e a l e Engine がインストール済みであればプロジェクトが起動すると思います。まあ、起動するとよく見るサードパーソンのシーンが開くと思います。とりあえずライティングの 構築が必要ということなのでこう赤い文字でライティングを再ビルドする必要がありますって書いてあるのでそれに従って、まあ、ここのビルドというボタンがあるのでビルドをクリックしますこれでこのライティングライティングというかまあ影の情報だったりっていうのを先に計算するっていうことを現状しているっていう状態ですで、まあ、このライティングがまあちょっと非力なパソコンだと時間がかかるかもしれませんで、まあ、ビルドが済んだらプレイボタンを押してみましょうキーボードの W が WASD でプレイヤーの移動。マウス操作でカメラの操作ができます。で、スペースでジャンプ。で、シフトを押しながら WASD を押すと、一応現状走るっていう設定になってます。この走るっていうのはまあ、通常のサードパーソンには入ってないですけど、とりあえず入れてあります。この画面の左の方にキーボードって書いてあるんですけど、この今のところは1を、1というかまあ最初の状態がまあ8方向。 カメラが8、八個の角度からキャラクターを捉えているという状態で、このキーボード2を押すと、4方向の、四方向分の画像だけで構成されているキャラクターに切り替わるように、レベル側の設定でそういう設定になってます。まあ、8方向の方が、まあ、このシステム的にはメインにはなってくるんですけど、まあ、画像に、画像の加工に慣れてないうちは、まあ、無理に8方向で作ろうとせずに、4方向の画像を揃えて、 まあ4方向の画像を揃えた上でまだ余力があるなっていう感じだとしたら8方向も作っていこうかなっていう方に検討するくらいがちょうどいいんじゃないかなと思います結構こう4方向を揃えるだけでも結構大変なので画像の加工に慣れてきたなっていうもともと慣れてる人とかでなければ4方向でまず作ってみる方がいいと思いますプレイから抜けてビューポート上でマウスのスクロールマウス,スクロールでカメラの寄り引きで マウスの左クリックをしてドラッグをすると、まあ、横,横回転と前後移動っていうのが左クリックの移動になっていて初期設定だとあんまりこう中クリックを設定してあるマウスは、まあ、珍しいかもしれないんですけど 3D ソフトとかを使っている人はまあ大体中クリックを指定してあると思うのでこのマウスの中クリックスクロールを押し込むっていう形で使う機会が多いかもしれないですけど中クリックを押した状態で左右に動かすと 横移動っていう感じです、ね、で上上下に動かすと上下移動っていう感じですね。まあ、中クリックが移動系っていう感じですね。でマウスの右クリックでカメラをまあ全方向っていうんですかね。まあ、回転させたければ右クリックでグリグリするっていう感じかなっていう感じであとはまあオルトキー。オルトキーを押しながら左クリックで画面の中心を起点に回転させるっていう形がオルトを押しながら左クリック。 で,す、ね、でオブジェクトを選択肢と F, F キーを押すと、まあ、フォーカスって意味みたいなんですけど F キーを押すとオブジェクトにフォーカスしますでフォーカスしてからオルトキーで回転すると、まあ、指定のオブジェクトを中心に回転して眺めることができるっていう感じですねでオブジェクトを選択中に、まあ、この矢印キーとかを押触るとオブジェクトを移動させることができますでこれを選択した状態で、まあ、W が移動なんですけど E を押すと回転 R を押すと 拡大縮小っていう形でこの WER っていうのはまあよく使うので、まあ、オブジェクトを移動させたり回転させたりっていうのをよく使う場面ではと覚えておいた方がいいかなと思いますで CtrlZ で戻すって感じですね細かく説明するといろいろありますが今回の説明を聞く上ではこれくらい知っておけば問題ないかなと思います他の機能を知りたい場合は概要欄にリンクを載せておくのでご確認くださいあとは今後触っていくデータフォルダーの構成を 下側のコンテンツブラウザーの、まあ、左のこのソースパネルを表示もしくは非表示ってなってるこのなんかメ,メモパッドみたいなやつをクリックして、まあ、フォルダー階層、まあ、フォルダーの階層が見えるようにしてこの TP スプライトというこの青いフォルダーの中身が、えー、と元々あるサードパーソンのテンプレートに対して追加した要素になります。 でまあ、こっちのグレーグレーのフォルダーに関してはサードパーソンのテンプレートのそのままのデータになりますまずこれから自分のデータを作る上で元々のデータと自分のデータを分けた方が把握がしやすくなるので新しくフォルダーを用意したいと思いますこのコンテンツってなってるこの一番大元のコンテンツをクリックした状態で新規追加新規フォルダーで名前を00アンダーバーマイキャラクター にします。まあ、この00っていうのはま数字を打っておくと、まあ、他の他のデータより上にフォルダーが来るので、まあ、数字を入れなきゃいけないことではないんですけど、まあ、見つけやすいように00アンダーバーマイキャラクターとしておきますでこの00マイキャラクターをカラーを設定から新規から黄色にしてみましょうか何色でもいいんですけど分、まあ、かりやすいようにこれは自分のだぞって分かりやすい色を指定します今回は黄色にしました このフォルダの中に自分の画像や新しいブループリントなどを入れていきたいと思います。ここまで問題ないでしょうか不明点などあったらコメントいただければと思います。次の動画で画像の差し替えをやっていきたいと思います。動画はプレイリストで見ると順番に再生されるので、プレイリストから見ていない場合は動画説明欄のプレイリストから見るをクリックしてみてください。